今さ、なんかオーラみたいのまとってたけどさ、見た目全然変わってねえじゃん。え、なんなの、なんか魔王と融合したとかじゃないのか。え、じゃあ最初から魔王はいなかったの。全部何、魔王が蘇ったようにこのストレーボーが見せかけたのか。だとしてもよ、いや、おかしくね。アリシアを救出するみたいなこと言ってたじゃん。アリシアを救出する、自分一人で、このストレーボーは自分一人でアリシアを救出したいって言ってたから、だからその黒幕は別にいるはずだよね。だからこのストレーボーを倒した後に多分、まあ、本当の黒幕である魔王が出てくるのかな。ジャンプショットの場合はここジャンプショット、こいつも遠距離でなんかやってくるでしょう。154、あ、シルバーファング、あ、水魔法か。一番最初に戦った時よりもだいぶ強くなってやがるぜこいつも。まずいな、嫌な間合いだ。またシルバーファングか。足元どんどん水たまりになってくじゃん。200ある、まだまだ200ある、まだ200ある、助かる、まだ助かる。キサフランチ、こんな状況下でも敵に背負を見せながら、ブラックアビス、うわ、なんか中二病っぽい要素使われた。せこくねこいつ、死んだじゃんこれ。逆に今度からストレーボー編で主人公になってこの魔王を助けに、魔王じゃねえや、アリシャを助けに行って魔王を倒すみたいな風になんないのか。助けて俺ステッドとかって言ってっけどよ。ああ、じゃあこれ、ちょ待って、これまたこっからかよ。また何、あのフハハハハみたいなさ、あの茶番見せられんのまた。っていうか今あれだよな、ジャンプショットよりもあれだよね、ヘキサフランチの方がダメージ与えてたよね。うん、俺がアリシアを救おうとって言ってるからやっぱそうだよな。魔王は別にいるんだよ。ストレーボー戦やったとして、こいつ無事倒した後にもう一戦魔王と戦わなきゃいけないっていうさ、そういうジレンマがあるよね。てかよくこの状況下でそんなこと思いついたよな。オルステッド出し抜いてよ、大殺しの罪もなすりつけるみたいなさ、相当の切れ者だったってことだよねこのストレーボーで。オルステッドやっぱドン引きしていや、いい表情だよねこれ原始時代編思い出すな、こうやってさ、なんかガハハハみたいな感じで笑うの。原始時代の時の BGM ってかサウンドエフェクトもあればいいのにな、あの笑ってる時の独特のサウンドエフェクトで、指を刺して目力強えなこれで、ボットの目に戻って倒せるかな。だってこいつまだラスボスじゃないでしょ、こいつの後に魔王戦控えてるでしょ。そう考えるとそんなうかつにアイテム使えないよね。あの世で俺にバビロンの言ってるけどさ、この位置からダメダメか、ドラゴンソウル、ドラゴンソウルと、あー間合い同じか、ドラゴンソウル使ってみるか。あー待って、シルバーファングの間合いでもあるのかここ。いやでも逆にシルバーファングの方がそんなダメージ食らわないか。こいつ水、あー水属性だから火効くかなって思ったけど、逆にそうでもないか。あ、これ外したな。虚しく空を切ったな。アンバーストーム。稲光。稲光これそんな強くないね。ヘキサフランジ。これでどうよ。ブラックアビス反撃。このブラックアビスをさ、やるときとやんないときのタイミングがわからんよね。これめっちゃ痛いんだけど。ブラックアビスをやった後って必ずこのアンバーストーンをやるのかな。でまたくたばって、さて3度目の正直になるかな。
この位置でヘキサフランジ、あのシルバーファングの間合いに入んないようにして、うわなんかあいつ荒ぶってんな、どうした。ヘキサフランジ、おいいぞいいぞ、2回先手打ってる。あーブラックアビスやられたな。ブラックアビスの間合いに入ったってことか、これブラックアビスの間合いをちゃんと見とかないと。あーアンバストーム食らって食らった、範囲広いな。おい、あ敵なにこいつ雷属性だったのか。ヘキサフランジ、もう一回ヘキサフランジ、これもさっきのブラックアビスの間合いかな。あーでも敵も死にかけてるけど、俺も死ぬなこれ。待って、いけるヘキサフランジする、くたばってくれ。マジか、回復しなきゃダメかな。今相当うまい戦い方できてたぞ。行くぜ4戦目、今度こそ決めてやりたい。でヘキサフレンジまずかます。今回ちょっと回復1個使おう。ヘキサフレンジ使って、これ反撃の間合いに入ってるよね。ブラックアビスからのあのサンダーストーンみたいな技使ってくるでしょ。アンバーストームか。逆にヘキサフランジは届かないから、ここで治り草を使う。これいっぱいあるからな。あシルバーファングの前に入ってるのか今。でここでヘキサフランジ、この場合は大丈夫。待てあえて下に。あー敵みなぎってきてるな、みなぎってるな。ダメだこれ、あれやられるな、ブラックアビスやられるでしょう。いやでも敵も今死にかけてるから。まあ何今度ブラウンシュガー、もう何回目だよこれ、何回目か分かんねえけどやってくぜ。これさどう立ち回るのが一番正解なんだ。ヘキサフランジやって、いやーダメか、こっち来ちゃうかこいつ。これ敵さ遠くに飛んでくん、あ飛んでくれた。あでもブラックアビスの間合いなんだよ、どっちにしろ。この待てまたブラックアビスの間合いだよねこれ。いや大回復するか、大回復でも できる余裕なくないこれ。死なない、死んだな、やらかしたな。今の戦い方じゃダメだ、死んでなかったわ。アリスのビスケ使おう、もうしゃあない、どうせ次すぐボス連戦だろうから。逆にいい、ヘキサフランジ多分あとヘキサフランジを2発ぶちかませば倒せるはず。いいぞブラックアビスとサンダーストーム食らっても多分まだ、アンバーストーム食らってもまだ死なないはず、まだ死なないけど、待て。治り草に2回使おう。治り草を2回使って。いや、待て、これあれだな。もう1回回復しなくても、今の HP だったら、反撃技食らっても倒す、大丈夫なはず。オッケー、最初からこうすればよかった。くそまたかよ。オルステッドは何、ずっとストレーボを友人だと思ってたのかな。なんでアリシアが出てきたんだ。
ストリーム来ないで。アリシアは本当はストレイボーが好きだったのか。え、じゃあどういうこと。ゲームオーバーになった時に助けてヨルステッドみたいな感じのことを言ってたけどさ、あれ違うのか。無言、どうしたの。え、アリシアはやっぱ本当はストレイボーの妃になりたかったってことなのかな。ヨルステッド、なぜ来てくれなかったの。いや、来てたじゃん。私は待ってたのに。この人は、ストレイボーは来てくれたわ。この人はいつもあなたの陰で苦しんでいたのよ。あなたにはこの人の負けるものの悲しみなどわからないのよ。いや、今こいつに4回か5回ぐらいゲームオーバーさせられたんだけどさ、それはもう何も苦しむことはないわ。私がずっと一緒にいてあげる。はあ、なんかロミオとジュリエットみたいだな。これオルステッドはアリシアの自殺食い止められんのかな。バッドエンド。マジでロミジュリじゃねえかよこの終わり方。ドン引きしてる。オルステッド様とおっしゃいましたね。え、アリシアとストレイボーは昔から知り合いなのか。オルステッドとアリシアは面識ないのかな。だとしたら何、ストレイボーはアリシアと面識あったとしたらさ、アリシアはそのストレイボーが話聞いてんじゃないの。オルステッドの話、なんか俺の友達でオルステッドってやつがいるんだけど、いつも勝負仕掛けても負けるんだよねみたいな感じの話をさ、割と子供の頃からさ、アリシアとストレイボーが実はしててさ、で今度そのルクレチア城でなんか武術大会 あるからさ、俺それに出るよみたいなさことをさ、まあ、ストレイボーは言うわけじゃん。それで勝ったらアリシア結婚してくれみたいな感じのことをさ、実は言ってたのかな。そこにいきなりこのオルステッドが現れたって感じなのか。とても男らしい戦いぶりでしたって一応褒めてはいるけどさ、なんでこいつ勝っちゃったんだよみたいに思ってんのかな、アリシア。喜んで、あなたの妃となりましょう。いやでもキスしてたよな。今の俺の考えはちょっとあれかな、ゲスすぎたか。だって本当にストレイボーのこと好きだったらここでさ、こんなことしないじゃん。でストレイボーが魔王の使いのものだったとしてさ、キスしたタイミングよりもキスする前に拉致すると思うんだよね。だからやっぱ違うのかな俺の考え。あーでこれ橋か。姫はお前が助けに来るとを信じている。信じてくれる者が一人でもいる限り、その人間を。で血ヘド吐いて信じるのだ。だから
オルステッド、わしはこう思う。ここで人間を憎んでは負けじゃ。かといって自分の心に嘘をついてもいかん。じゃからわしは命を懸けても魔王ではないと訴えるしかないのじゃ。じゃがお前はそれではいかん。オルステッド、お前はまだ若い。わしはわしらが命を懸けて守ったものを守り続けるのじゃ。何一つ守れなかったんだよオルステッド。え、これ何、最後どうなんの、オルステッドが闇落ちすんのか。王様まで手にかけちゃってさ、王様手にかけちゃうし、王様の娘は自殺に追い込むしさ、もうこのオルステッドがやっぱもう魔王だよね。オルステッドがもう悪魔だわこいつ。貴様陛下を皆の者、出会え出会え。どうされました？陛下、オルステッドが陛下を、なんということを。もしや勇者ハッシュもストレイボーもみんなオルステッドが。まあストレイボーは確かに今手にかけたけどよ。ま、魔法、ま、魔王だ、オルステッドは魔王だ。これでオルステッドが闇落ちして、その第8世界、第8世界のさ、要はこのライブアライブの最終的なラスボスになったりすんのか、闇落ちして。そういう展開ありそうじゃない。あともう一つの時代を残してるけどよ、これはオルステッドのセリフかな。私にはもう何も残されてはいない。帰るところも愛する人も信じるものさえも。第2のハッシュになるんだよ。魔王などどこにも居はしなかった。ならば、え、本当にありそうじゃない。私が魔王になればいい。うわうわマジか。この私が魔王となり、自分勝手な人間たちにその愚かさを教えてやる。まあ、ハッシュみたいな感じになるよな。ハッシュとはまたちょっとベクトルが違うけどさ、人間嫌いになっちゃったんだなオルステッドも。でも名前オルステッドじゃん。オデじゃないじゃん。オディじゃないじゃん。私は今よりオルステッドなどではない。お、解明すんのか、オデステッドになるのか。我が名は、魔王オディオ。こうなっちゃうのか。エンディング迎えちまったな。魔王オディオか。じゃああれか、原始時代編はまだティラノだったじゃん。原始時代の次の時代が中世で、あーでもそう考えたら違うか、西部劇の名前もオディオじゃなかったじゃん。だから中世の後、いや西部劇編って実は中世よりも前だったのか。やたら文明発達してたけどよ、なんかバーボンとかいう酒も出来上がってたけどよ、あとなんか普通に拳銃とかそういうのもあったけどよ、中世ってまだそんな銃作られてないよね。
まあ、時代がどういう感じになってるのかわかんないけど、だ西部劇の時代ってあれ1800年ぐらいだよね。ゴールドラッシュとかあの辺の時代でしょ。まあ、18世紀とかの話だと思うんだけどな。で中世って12、3世紀ぐらい、何世紀かちょっとわかんないけど、間違いなく昔だと思うんだけどさ。で To be continued。 まあなぜかそのあれだよね、まあ、西部劇編の方が中世より後だと思うんだけれども、ボスはオデーじゃなかった。で他の時代は、まあ、原始と西部劇を除いた他の時代、まあ、SF 編もオデーでしょ、オーデー -10 でしょ。で幕末編はなんかオデハンでしょ。で現代編は名前忘れたわ。現代編あのヤクザみたいな顔したやつでしょ。であとあと なんだあとの時代でも全然思い出せねえわ。何時代だったっけ。あと何時代だったかな。まあいいや、セーブ画面で確認するかそれ。なんだ残りの時代。ああこの画面で確認できるか。であれでしょ、まあ現代編の名前わかんないやつ、ポゴの時代はティラノでしょ、でキューブの時代はオーデーなんちゃらでしょ、クンフーの、あそう、クンフー時代のボスも名前忘れたな。クンフー時代のボスも、いやでもオーデーなんちゃらって名前じゃなかったと思うんだよね。あれでそのあれか、左から5番目右から3番目のやつはおぼろ丸か。おぼろ丸はおでハンでしょ。で右から2番目アキラ編のボスはオディオみたいな名前だったっけ、あの鳥のインコのやつで、サンダウンはちょっとボスの名前はでもオデって名前ではなかったはず。まあ いやセーブしていなくなったな。最終編キャラ選択画面。ちょっと待ってくれ。これどうしよう。オルセット選べんのこれ。また。あ、よろしいですかしか出ない。あ、よろしいですかしか出ない。え、どういうことだ。俺何選んだらいいのこれ。またわけわかんねえの始まったな。え、じゃあちょっと待って。これ、今までが逆に何チュートリアルみたいな感じだったの。もうサンダウンでやるか。だってもう全部の時代股にかけたよね。うん、8つの時代、8つ1、2、3、4、5、6、7、うん、そうだよね、8番目の主人公もやっちゃったからさ、もう一回パート1から同じような感じで順番にやってくみたいな感じになんのこれ。これどうしよう。うん、まあ、サンダウンでちょっとやってみるか。あの後か、サンダウンがどっかに行っちまった後だよね。おじちゃん、どんな声だったっけ。ビリーの合ってたか今ので。きっとサンダウン、きっとあの陽気ななんとかムーチョーとかって言ってたやついたな今右下に。これ懐かしいなこの BGM。 もう今から1ヶ月以上前だからな、サンダウン編やってたの。来たれよ英雄の名声を得し者、人間に未だ幻想を抱く者よ。これ何、オルステッドが喋ってんのか。いざなおう真実を知らしめんために。レムオルかな。レムオル使われたみたいな感じになってるけど、馬だけ颯爽と走ってったけどよ。どこだよ、真っ暗な世界に誘われたけど。あ、動かせる。あ、セーブもできんのか。あーそうだ、こいつこんな感じの銃しか持ってなかったんだよな。持ち物なんもねえや。レベル、あ、レベル9のままだ。 HP 低いな。これも装備品とかもさ、あーまあこれしかないか。
どうしよう、これどこ行ったらいいの、これ画面真っ暗じゃん。おーおーおお、え、これあれじゃん、オデオの世界。え、違う違う違う、オデオの世界じゃなく、え、オデオ、オデハンだよね。オデハンもあるし、現代編もない、これ。あ、現代編じゃない、近未来編か。近未来編の街もない。あれ、原始時代みたいなのも見えたな今。え、これいろんな時代が混ざってる、もしかして。ぽいな。幕末も近未来も原始も空風も、今の崖みたいな空風だよね。ちょ、今光った部分。え、ちょ、不気味すぎんだけど、一回セーブするか。三段最終編。はあ。もうついにここまで来たのか。いや、もう何したらいいか分かんないし、まあ、頃合い的に、まあ、そろそろ、パート区切るぐらいの時間だから、今回はこの辺にするか。あーって言ってもあれか。あの、なんだっけ、さっきのさ、中世編のさ、ストレイボーにすげえ、あ、待って。うわー、この階段っぽいな。あ、こっちから登れねえわ。登れつか、下ることできねえわ。え、だからストレイボーにさ、その、中世編のストレイボーにめっちゃ苦しめられたからさ、あ、階段なくなってる？あ、ある。あ、無限ループしてるっぽいな。いや、中世編のストレイボーでさ、まあ、4回、5回ぐらい、あ、横はそんな広くないね。4回ぐらい、まあ、ゲームオーバーになったせいもあって、まあ、要はカット結構してたと思うんだよね。だからもうちょっと続けても大丈夫かなみたいに思ってたんだけど、この階段登ったら新しい世界が始まりそうだから、やっぱやめとくか。じゃあセーブして、次階段登るところから始めようか。つうことで、終えよう。次回に続く。